皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃることを願っています。ドジャースの大谷翔平投手、30、が16日、日本時間17日、敵地でのメッツとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に1番、DH で先発出場。8回にポストシーズン2号となるダメ押しスリーランを放つなど、4打数1安打3打点で勝利に貢献。 チームは投打が神合メッツに干渉し、対戦成績を2勝1敗とした。4打席無安打で迎えた4対0の8回1し12塁で迎えた第5打席。相手3番手、メギルの2球目、内角カットボールを完璧に捉えると、打球は右翼ポールイへ。切れずにスタンドインしたことを確認した大谷はベンチを指さし、ドヤ顔を見せてダイヤモンドを一周した。 この一発は打球速度115.9マイル、約186.4キロ、打球飛距離410フィート、約125メートル、打球角度37度を記録する一発となった。ポストシーズン、PS での本塁打はパドレスとの地区シリーズ第一戦以来、7試合ぶり。スタメン発表の際に大ブーイングを浴びせた敵地ニューヨークのファンも豪快アーチに沈黙した。 試合後、スリーランを振り返りそこまで素晴らしい良い流れをうちが継続していたので、あの回もランナーが溜まって良い流れがうちにある中で連戦の初戦なので、何点取ってもいいですし、そういう意味では良いホームランになったと手応えを口にした。感触についても、打った時は良かったですね。高く上がったけど、入るなとは思いました。通過地点は結構、 内側だったのでホームランだなとは思いましたと手応え十分だったとした。ポストシーズンに入って走者ありの場面では9打数7安打、打率777。特に得点圏では6打数5安打の打率833、7打点と無類の勝負強さを誇り、ミスターオクトーバー、ぶりを見せつけている。 ただ、勝負強さの要因を問われると、状況によって良いバッティングができればいいかなと思っているので、今日も死球を一つ取れましたけど、それ以外の打席はもうちょっと出塁して後ろに良い形で繋げられれば、もう少し勝てる試合、チャンスある試合もこれまで作れたんじゃないかなと思いますと、走者なしでは22打数無安打とチャンスメイクできていないことを課題に挙げた。そして、第4戦に向けて、 今日の勢いを継続して、しっかり自分たちの野球をできれば十分に勝利できるんじゃないかなと思いますと意気込んだ。インタビューを終えると、大谷は球場入りした際と同じボスのジャケットを羽織り、試合終了からわずか15分ほどで球場を後に、勝利の余韻に浸ることなく帰路についた。この日は現地午後8時9分に試合開始。 3時間11分の試合が終わったのは午後11時20分だった。前日15日、同16日の会見では、西海岸のロサンゼルスから3時間の時差が進んだ東海岸のニューヨークへ移動し、今日と明日の睡眠がパフォーマンスの中で大事と体調管理に努めたいと語っていた。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。